海と日本プロジェクト in 静岡県、推進リーダーの北瀬杏奈です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。8月中旬の日曜日、三保内海海岸に集まった子どもたち。もう嬉しくなっちゃってね、頭から飛び込んだりとか、足からドーンと落ちたりすると足を。この日子どもたちが挑戦するのはアウトドア体験プログラム、ウィンドサーフィン。少人数のグループに分かれて講師の説明を受ける子どもたち。真夏のこの時期だからこそ体験できるマリンスポーツに興味津々な様子。講師からレクチャーを受けたところで早速ウィンドサーフィンに挑戦です。やったー。ボードの上でバランスを取ったり、セールに風を受けるのが難しい様子。なかなか上手にできません。時間が経つにつれてボードに立ったり風を受けたりと要領をつかむ子どもたち。さすが、コツをつかむのが早いね。楽しい。バランス取るのが面白い。自分で漕ぐところが楽しい。自分で頑張ってるけど、うん、思い通りになって、頑張るところに行っちゃって。みんなとっても楽しかった様子。なかなかできないアウトドア体験ができました。ウィンドサーフィンを満喫したら最後はスイカ割り。みんなも美味しそうにスイカを頬張っていました。ラブキュッ、イエーイ。